ようこそキャッツトラベルへ。今回は大阪で人気のサウナ大東洋に行きましょう。サウナーの方はお気に入りのサウナ教えてください。大東洋は JR 大阪駅から10分ほどの場所にあります。バッティングセンターが目印です。最近改装されて綺麗になりました。一足踏み入れるとまるで高級ホテルのような雰囲気があります。フロントで鍵をもらい、チェックインはこの機械で行いました。事前にネットで予約して支払いを済ませています。エレベーターに乗って3階のカプセルルームに行きましょう。セキュリティキーを使って入ります。ロビーにはたくさんの快適な椅子が配置されており、テレビをゆっくり見ることができます。では早速カプセルルームに行きましょう。改装されたカプセルルームはとても綺麗です。今回は上の部屋を借りました。スイッチオン、ここで照明をコントロールできます。カプセルの中を見てみましょう。枕元にはコンセントがついています。 USB の差し込み口もあるので、スマートフォンなどの充電も楽々です。ヘッドホンがついており、周りを気にせずにテレビを楽しむことができます。テレビのモニターは他のカプセルホテルと比べてもかなり大きい方だと思います。部屋の空調はここで変えることができます。ではロッカールームに向かいましょう。ここで着替えをします。ロッカーには館内着が用意されています。ゆったりとした着心地でリラックスできます。また大きな荷物はクロークに預けることができるので、旅行中の方でも気軽に利用できます。さあ今からお風呂に入りましょう。お風呂について紹介します。万の湯、湧き出る気泡は毛穴の汚れを取り除いてくれます。薬湯、週替わりで様々な効能のあるお風呂を楽しむことができます。ロッキーサウナ、約90度の高温サウナでロウリュサービスも提供されています。フィンランドサウナ、約70度の中温サウナでセルフロウリュも体験できます。サウナが苦手な人にちょうどいいですね。テルマーレ、ミストサウナで約55度という心地よい温度でゆっくりとくつろぐことができます。保湿効果も期待できるので美肌にも良いですよ。水風呂と冷水風呂、水風呂は約24度、冷水風呂は約18度です。水風呂が2種類あるのは珍しいですね。ラウンジャー、リクライニングチェアに座りながら外気浴を楽しむことができます。最高なサウナとお風呂を満喫したら、次は晩ご飯を食べましょう。大東洋はサウナだけでなく食事も人気です。どれも美味しそうで迷いますね。とりあえず飲み物はサウナドリンクのアクリにしました。サウナ後の体に染み渡ります。晩ご飯は生姜焼きにしました。濃い味わいで美味しいです。サウナ後にぴったりですね。大満足です。ごちそうさまでした。次は化粧室を見に行きましょう。ヘアケア用品やスタイリング剤が置かれていて、ヘアセットができるようになってます。歯ブラシとヒゲ剃りもあるので手ぶらで来れますね。次はインターネットエリアに行きましょう。ここでは漫画を読んだりパソコンを利用することができます。サウナ関連の本がこんなにたくさんあります。サウナは奥が深いですね。どの漫画読もうか迷いますね。おすすめの漫画がありましたら教えてくださいね。警備ルームではゆっくりとテレビを楽しんだり、朝までくつろいで過ごすこともできます。耳栓も用意されています。カプセルホテルでの滞在には
必須アイテムですね。ルビーには貴重品ボックスがあるので、貴重品の管理もバッチリです。館内着やブラシなども完備しており、洗濯機も設置しているので、長期滞在にも便利です。ウォーターサーバーもありますね。トイレもチェックしてみましょう。トイレも綺麗で清潔です。インテリアもこだわっており、おしゃれな雰囲気です。電子レンジがあるので、持ち込んだ食べ物を温めることもできます。では自分のカプセルに戻りましょう。ブラインドを閉めると、プライベート空間でゆっくりと過ごせますよ。セミダブルベッドの広さなので、寝返りもできます。個室でも Wi-Fi がつながるので、ゴロゴロできます。ではそろそろお休みします。おやすみなさい。おはようございます。590円で朝食が食べられます。朝からカレーをいただきます。和食やトーストもありました。サウナ好きな方はおすすめサウナを教えてください。ご視聴ありがとうございました。